新年明けましておめでとうございます調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション調布で活躍している方々にお話を伺います一昨年からのコロナ感染症の拡大で私たちの生活にも大きな支障が出てきましたまた生活様式の変化や世の中のニーズの変化に対応する必要性が新たに生じましたその課題を解決するために日本政府は デジタル化を急ピッチで進めることとなりましたそうした中で2022年新年の調布枠ワーク,クステーションは調布市のデジタル化と情報化の現状および取り組みについて行政経営部情報政策担当副参事兼デジタル行政推進課課長の鈴木博正さんと行政経営部企画経営課計画調整担当課長の 伊藤洋さんのお二人をお招きして、お話を伺います。どうぞ、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。まず、デジタル行政推進課課長、鈴木博正さんにお伺いします。デジタル行政推進課というのは、どのようなお仕事をされているんですか。 えとまあ、あの先ほどご案内がありました通おり、まあ、コロナの影響で、まあ、急速にこのデジタル化、進めなければいけなくなってきている状況です。でやはり国の方でも、まあ、これからあの新しいこのアフターコロナの時代に向かってです、ねえー、そうしたものを取り組みをさせていただかなければいけない。まあ、あの市民生活の中では いわゆるあの市役所に来るようなあの手続きをあのオンライン化して、なるべく市役所に来ないでえ手続きが済むように、市民の皆さんの生活の利便性が上がるようにということが、やはりあの一番大きな目的になってくるというふうに思っていますできたのは、いつ頃なんでしょうかえまだ実はできたばっかりで、昨年の4月になります。 はい、何が行政の,そのデジタル化に必要かということで今の調布市の現状をやはりしっかり分析をして、まあ、その対策を立てていくというようなことになります。でやはりあの日本政府の中でも今あのこの,ディあの自治体,自治体の,そのデジタル化を進める取り組みというのを、まあ、いわゆるあのこういったものに取り組みなさいというようなことをあの我々の方にもあのまあ 方向性を示されていますので、まあ、それに沿った形であの他の自治体に遅れることなく進めていきたいというふうに考えております調布市は早くから地域情報化に取り組まれていたということなんですけれどもその経緯と現在までの流れを教えていただけますか調布市では平成16年に地域情報化基本計画というものをあの策定をいたしました。 えー、この策定をしていたしましたこの計画というのは、えー、他の自治体にはあまり例を見ない、えー、市民の方では100名以上の方が、えー、足掛け3年ほどをかけて、えー、作っていただいた計画となります。えー、内容としては、まあ、市民の手による e コミュニティづくり と題しまして、まあ,あの市民の皆さんで地域情報化を進めていこうという名のもとに進めてきたものであります。で、このまあ、いわゆる考え方というのは、こ本日のデジタル化においても非常に重要なあの流れだというふうに考えております。まあ、他の団体ではまあ、有識者の方を含めてまあ、行政のみで作るということが多い中で、まあ、これだけ多くの市民の方に携わっていただいて。 えー、策定をさせていただいた計画ということが、非常に特徴があるというふうに考えています。調布市は、現在は市民と一緒の取り組みもされているということなんですけれども、それはどのようなものなんでしょうか。まあ実は、平成二十八年から、えー、調布地域情報化推進協議会というものを、実は立ち上げています。あのこれは、先ほど申し上げた地域情報化基本計画にの考え方に沿って。 えー、市民の皆さんとの意見交換の場を定期的に設けたいということで今実は毎月、えー、あのミーティングをしているような状態で、えー、市民の皆さんとの,その意見交換の場ということで立ち上げております。でまあ、そこののの、協議会の中から、えー、地域メディアあの 今回の場合あの、この市民放送局さんを含めて7つの、まあ、地域メディアの皆さんにご協力をいただいて、ですね、えー、地域情報をあの分かりやすく、えー、身近なものをです、ねえー、お伝えできるようにということで、えー、7つの団体が協力をしてあの、情報発信をしていただくというようなことで、あの取り組みをあのやっていただいているという状況であります。はい 調布市デジタル行政推進課の公式ノートというのがあるということなんですけれどもこれはどののよううななものなんでしょうか、はいまあ、あの簡単に申し上げますとブログなんですけれどもあの、まあ、最近あの、国や東京都さんなども、まあ、このデジタルの取り組みをこのノートを使ってです、ね、あの情報発信をされていると。 あのまあ、我々の方もまあその仲間入りをさせていただいたということなんですが、まあ、実はあの今回のこの企画については当下の,の若,い若手の職員の企画立案ということで現実はあの運営そのものもあの彼らに任せているというような状況であのやはりこれからデジタル化を進めていく上では、まあ、若い方の,あの力というのは非常に重要かなというふうに思っていますので。 えー、そういったあの気持ちをですね大切にして取り組んでいきたいというふうに思っています。えっ、ー、とまあ,あの検索エンジンであの女子デジタル行政推進課というふうに入れていただければあのだいぶあの上の方に出てくるかなと思いますし、あのホームページにももちろんリンクを貼っておりますのでぜひ皆さんあの検索してみてください。では続きまして。 調布市ののの施策を検討されている部署の企画画経営課課計画調整担当課長の伊藤博さんにお伺いいたします伊藤さんの部署はどのようなことをされているんでしょうか簡単に言いますと市民の皆様の生活をより良くするために市役所としてどういった事業であったりサービスを提供していくのがいいのかそれを計画的にやるためにいつどういったタイミングでどれぐらいのものをやるのかと。 言ったことをですね各部署と連携しながら考えて、まあ、計画という形で作り上げて、まあ、その後当然作るだけではなくてしっかりそれが予定通りできているのかそういった進行管理も含めてですね全体的な調整を、まあ、図っていく、まあ、そんな役割を担っている部署になります。あの現在、令和5年度からですね、えー、来年からになりますかね 新たな総合計画というものを策定、まあ、検討に取り組んでいるところであります。このまあ総合計画というのがですねいわゆる市のまあ将来的なビジョン大きなビジョンというのを一つ示すということと、まあ、それを達成するためにどういったことをしたらいいのかという具体的な取り組みを整理すると、まあ、こういったものをまあ総合計画というふうに言っておりますけれども次の総合計画の中では あの先ほど来ございますこのデジタル化これというのが一つ重要な視点になるかなというふうに考えているところであります。であのそしてですねあのこういったデジタル化の取り組みも含めてやはり具体的なものを進めていくにあたりましてはやはりあの行政だけではなくて、まあ、いろんなまああのノウハウであったり知見を持っていらっしゃるですねあの、まあ、企業であったり、まあ、大学さんそういった方々との連携というのを やはり時代とともにですね、えー、市民の皆様の,そのニーズといったものも非常にまあ多様化したりこう複雑化したりといった状況もございますのでやはりその今後の姿勢運営におきましてはよくまあ産・官・学・民の連携なんて言い方してますけれどもそういったものがますます重要になってくるというふうに考えておりまして、えー、そんな視点も持ちながらですね 次の総合計画においても今回のデジタル化ですねこういった取り組みを位置づけられたらなというふうに考えているところであります昨年6月24日調布スマートシティ協議会が設立したということなんですけれどもこの調布スマートシティ協議会というのはどういううい団体なんでしょうかあの市内にあるあのアフラック生命保険さんそれから電気通信大学さん それとですねあの、NP 法人になりますけれども調布市地域情報化コンソーシアムさんそれから市、えー、この4社でですね、えー、共同して設立した団体になってますでこの協議会はあの市の組織ではなくてですね、えー、独立したやはり任意の団体というふうになってまして、えー、市はそのメンバーの1人として活動に参加しているといった状況になってます でこの調布綱渡し協議会についてはあの昨今の急速なデジタル化の対応としてですね、えー、まさにあの産、学、官民が、まあ、連携して、まあ、デジタル技術をまあ活用しながらですねあの市民の生活の豊かさでありましたり市におけるまあ社会的な課題の解決そういったものにつながるような取り組みを考えて、まあ、実践していこうと、まあ、そういったものに貢献していこうと。 まああ,のあとですねそうした取り組みを通じまして、えー、この協議会に参加しているメンバーそれぞれもですね、まあ、メリットを感じられるような取り組みを行うことでやはりあの持続可能な活動というものにつなげていきたいということにしています。 で実際、ですねこのスマートシー協議会の中で行っている取り組みとして、ですね、まあ、主なものを少しご紹介させていただくと、ですねまず一つは、小型の CO2 センサーの活用といったものがございます。まさにこのコロナ禍におきまして、二酸化炭素の濃度、これを測定する機器でして、それをリアルタイムで測定いたしまして、それをですね数値であったり、色、 を使ってまあ、見える化をするものということで、まさにあの三密状態の可視化ということで、市民の皆様のまあ安全安心につながるものかなというふうに考えています。で、実際には市内の商店街さんです。とか、あと駅前にございます。ワクチンの接種会場、そういったところにも設置しておりまして。あと市役所内にもあの庁舎ですね。の中にも何箇所か設置をしているところであります。 それからもう一つが、ですね、高齢者の健康増進事業ということで、これ今、実は具体的な実施に向けて準備を進めているというところでありますけれども、あのまあ、高齢者の方対象に、ですね、デジタル技術を活用した運動プラグラムの実施などを通じて、ですね、いわゆるつながり、人と人とのつながりを創出するといったこと、それと、ですね、あと参加者の健康状態の把握。 まあそういいったたももののを通じてて健健康康管理健康増進につなげていくったものであります合わせてです、ね、あのデジタル機器使った取り組みになりますので参加される方の,、まあ、その機器の操作それについての支援も一緒に行うということでいわゆるまあデジタルデバイド対策というんですかねデジタルデバイドの解消そういったものも並行して取り組んでいこうという取り組みになっております。 でああのまあ、今申し上げた以外にも、あの教育会のメンバーで今、検討の進めているものがいろいろあるんですけれども、まあ、実際、先ほど設立時は4社ということでご紹介しましたが、あのこういった教育会の活動の趣旨にご賛同いただける方が、ですねあの新たなメンバーとして加わりながら、あの現在、活動を進めているというところであります。で まあ、そうした中で少し、まあ、あの参考という形になりますけれどもこの協議会のメンバー同士による取り組みっていうのも少しありまして実際に協議会に新しく加わったメンバーとしてですね NTT 東日本さんがいらっしゃいます、えー、NTT 東日本さんはあの入間町にあの研修センターがあるんですけれども あのそこでですねあの先端技術などの実証を行う取り組みを進めているようでいらっしゃいまして、まあ、この協議会への参加をきっかけにですねあののデジタル化といった視点で、まあ、調布市それから調布市の教育委員会とまあ連携を図るというような流れができましたであのその研修センター内にですね先端技術を活用したまあ農業ハウスというものがございまして まあそれここでは、ですねあのいわゆる遠隔地離れた場所からそのハウスの中に置いてあるロボットの操作であったりまた、ハウス内にいるスタッフの方にまあ指示を出すとまあ映像を通じて現地の状況を確認しながら指示を出すとまあそのような取り組みを行う中で実際にはトマトですねを栽培されているということがあります。 そのトマトについて実際に、えー、昨年ですね市内の小学校の給食の食材として、まあ、ご提供いただける、まあ、流れになって実際あの給食の方もあの児童の皆さんにもお食べていただいたということがあります、まあ、そういったことを通じてですねまさに、まあ、地産地消という観点だけではなくて、えー、先ほどのような新しい、まあ、農業ですかね先端技術を使った新しい農業 そういったことについての理解も今あの児童の皆さんにあのタブレットを皆さんえ授業で使っていらっしゃいますのでえそういった技術もあのタブレットを使いながらまあ学習するということでまさにあのデジタル化に対応したまあ教育の推進とそういったものにもつなげているというのは事例もございます。まあメンバー同士によるまあ派生的な成果というのも少しずつ出てくるのかなというふうに考えているところであります。 なんかいろんなことが生まれてきそうで、今後楽しみですね。すねはい、ちなみに今は何社ぐらいあの関わっていらっしゃるんですか。はい、えー。実際はですね、えー、昨年度末のところで十、えー、社ですかね。うん、はい。に、えー、新たなメンバーを加えて十社ということで、えー、増えている状況になってます。はい。今年度二千二十二年の 目標特にこういったことに力を入れて進めていきたいっていうあたりのところを教えていただきたいと思います。では鈴木さんお願いいたします、えー。2022年度に関しましてはやはりあのま市民の先ほど来申し上げていますようにま市民の皆さんの生活に対してやはりあの具体的なあの取り組みをしていきたいと思っています。あの市役所に窓口に来なくてもまオンラインで手続きができるということに対してですね。 やはり一つでも多く、あの手続きができるよう頑張っていきたいと思います。そして、伊藤さんお願いいたします。はい。えー、先ほども申し上げましたが、2022年はあの次の新しい計画をまさに作り上げる年になります。まあ、そういった中で、えー、先ほどらあります。やはりデジタル化、えー、デジタル技術の活用まあ、こういったものをしっかり捉えながらですね。 市民の皆様のより良い生活につながるような取り組みを計画として位置づけられればというふうに考えております、それから先ほどありましたスマートシー協議会、やはりいろいろな方に関わっていただいている中で、それぞれのアイデアをうまく生かしながらです、ね、新しい皆さんに喜んでもらえるようなものをぜひいろんなメンバーと一緒に考えていければというふうに思っています。今回ののスワクワクステーションのゲストは 調布市のデジタル行政を担当していらっしゃいます。行政経営部情報政策担当副参事兼デジタル行政推進課課長の鈴木博正さんと基本計画を担当していらっしゃいます。行政経営部企画経営課計画調整担当課長の伊藤博史さんでした。お話を伺ったのは柴田恵子でした。本日もありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか この番組の映像を、調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。ぜひ、ゲストの皆さんのお話の様子ご覧ください。これからも、調布で活躍されている方にお話を伺いますので、お楽しみに。それでは、また来週お会いしましょう。